どうも、こんばんは、ヤヌです。今回は、東京グールリ、インボーク、最強降臨、準特等配星討伐クエストの最高難易度に、こちら、チーム名を見ていただければわかると思うんですけども、金木会議でやっていきたいと思います。前々からやるやるつってずっとやってなかったんで、今回ね、敵が準特等配星で、準特等配星、死神配星がですね、キャラクターとして手に入ったので、そろそろやろうかなと思って、これで挑戦します。行きましょう。まあ、基本的に、アタッカーしかいないので、短期間で決着をつけたい。どうでも。まあ、熟練度、前衛全部 100% で、後衛がですね、左の、暴走配星が 60%、後ろの、あれだ、死神の後ろにいるメンタ配星が 20%、で、ムカデの後ろにいるのが 80%。ということでですね、まあ、ほぼほぼ強化は終わってるのかな。まあ、熟練度はちょっとあれなんですけど、まあ、とりあえず行きますか。主人公パーティーだね。まあ、本当は、まあ、本当に金木会議を再現するなら240番とか、まあ、SR の、まあ、次回やるときはあれだね、 SR の金木とかレアの金木も一応熟練度 100% で全部武器強化も終わってね、金木会議やるために置いてるんで、その時にやりましょう。ぜひ入れてね、まあ、240番欲しかったね。でもあとあれかな、私の中のリトルカネキに話しかけてるんですのリトルカネキが欲しかったですね。とりあえずあれだね、死神でブレイクさせて、であれだね、まず圧倒カネキをカグネ出させたいね。いくぞ、圧倒カネキの影を出す自問自答始まる。あれ自問自答してたっけこれ自問自答してんのあれか、リニューアル前の。でもあれか、なんか血がポタッと落ちてきてさ、僕はグールだのシーンか。あ、まああれは結構好きだったな。さあカネキ選手の自問自答です。まあ、あれだよね、カネキが自問自答を始めたりさ、なんか自分の脳内で自分に問いかけたりするシーンが始まるのを確定演出みたいな、パチンコでいう確定演出、確変とかよくわかんないけど、パチンコCR 東京グールみたいな、案外出そうで、今自分で言って思ったら CR 東京グール出そう。え、待って、おい主人公相棒死んじゃったぞ、早すぎ。まあ、でも2ターンキルはできそうかな。いつもねアモンを連れてね来てるんだけど、これあれじゃん、前衛の攻撃力 1.5 倍したところでもムカデ打てねえし、2ターンキルできんのかなこれ、わかんねえ。全部花江夏樹さん、いやー無理だったか、これやめてね前衛ぶっ飛ぶとかやめてね、いつもみたいに最後でバフかけてないからね、怖いよ。まあでも背景は避けるからな、死神は。あムカデちゃんがいっちゃうわ。おっと待って、死神死んじゃった、ちょっと待って、案外やめて、ムカデまでやっちゃった、これ危な案外苦戦してビビるんだけど、マジで危なかった、マジかよ、クソ危なくて、クソ危ないね、金木だけで来るともろいな、まるで豆腐だな、危なかったびっくりしたわ、まさか死神まで行くと思わなかった。なんかムカデで終わるとあれだな金木会議官が増すな。というわけで今回は最強降臨準特等配星討伐クエストの最高難易度を、金木会議で、もうなんかこれほんとチューパーだなこれいわゆるチューパーってやつなんですけど、まあ、バランス考えないでいくとこうなりましたね。まあ、金木にサポート系の金木いたかな、レアの金木は何だったんだろう、出血を防ぐとかそんなんだったスキルだったような気がするんだけど、まあ、わかんないですね。サポートがいないと、まあ、こういうねすぐだるまになっちゃうっていう感じですね。次のページですぐだるまになっちゃう金木会議でした。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。